はい、今リハーサルが終わって、ステージが空いてるのでちょっと遊んでました。はい、あれ、トミーさんがいなくなっちゃいましたね。あ、ちょっと探しに行ってみましょうか。トミーさん、お、いたということで、オープニング、はい、皆さんどうもこんにちは、トミーと春です。今ね、リハーサルが終わってちょっと遊んでました誰もね、いないステージで、もう今日は仕事が終わりなので、はい、今日なんですが、のびのびと雑談をしていこうかなと思います、はい、最近はどうですか？最近ね、すっごく寒くなってきた。あ、確かに、うん、なんかね、うん、一気に寒くなったよね、うん、コートの人が増えてきて、うん、冬だなって感じがします。多いよね、コートの人ね、うん、いつの間にかさ、気温もマイナスがちらつき始めるね、温度になってきて、家の中とかカンパニーとかはさ、暖房がいてずっとついてるからさ、あったかいけど、こうだらってできるけど、うん、まあ、今日はあったかいんじゃないっていうテンションで出たら、寒い。そうです ね、一気に冬ですね。はい、すごくね、体が冷えて寒いっていうことで、体がね、本当に冷えすぎて動かなくなってくるんだよね夏と比べたらやっぱね、こう冷えちゃうから、うん、ストレッチすごくね、大事ね、うん、だからね、その今までね、自分ら仕事行くのがちょっと遅めかなという、うん、ちょっとじゃないな、かなり遅めかなっていう、なんかだらける日はさ、レッスンギリギリ始まる前にさ、到着してあ、間に合ったっていう日ももちろんあるんですけど、あの、今シーズン入ってね、ずっと30分前は当たり前、うん、本当はね、うん、当たり前なんですけど、そのだらけてた自分らからするとすごい成長したというか、まあ、怪我をしないためでも、うん、すごく入念にね、ストレッチをしないといつ怪我するかわからない。うん、本当だからね、最近レッスン始まる1時間前ぐらいに家出て、で、そうそうそう、とストレッチして、ストレッチしないと本当に動かないっていうのはね、最近分かってきたから最近ちょっとね、冷え込み始めたのと、ちょっと長い休みのせいか、体がたるんできてたので。でもその割にね、仕事始まってからジムに行く回数増えたよね。そうですね、まあ、一時期はジム行けてなかったんですけれども、そのワクチン証明がないととか、いろいろこう、うん、どういう書類が必要なのかが分からなかったので行けてなかったんですけどね、うん、トミーさんもワクチン打ちましたし、入れるようになったので、もう最近はね、2日に1回ぐらいは行くようにしてます ね。結構多いね。結構多い、行く頻度がね前よりはちょっと絞れてきたかなって。もう次の猫ちゃんに行きたいです。次も、来月12月8日かな、8日にここで、このステージで、うん、前回ね、ソフィアでやった作品をする予定なのでね、その時はね、ソフィアよりもお客さんが結構近いんですよね、ここ、うん、なので、ちゃんとね、体絞っとかないとバレちゃうのでたるんでるのか次はさらにバキバキの腹筋で頑張ります。すごい絶賛筋トレ中なんでなので本当ストレッチ大事ですね。大事です。あとね、最近なんかもらってたね。あ、やっとトーシューズが届きました。実を言うと、もう日本に帰ってきてからずっと自分に合うサイズのゲーナーとかをすごい探してたんですけど、シルビアにも在庫ありませんって言われて、次届くのはなんか多分来年かなって言われてえ、来年かって思ったので、まあ、カンパニーにもお願いしてたんですけど、何ヶ月越しにやっとトーシューズが来て、今度トーシューズをいろいろ縫っていこうと思うので、ね、もし動画か動画かあれじゃない、だってインスタグラムの質問募集した時に、トーシューズのね、その加工とかしてますかっていうのを、その一部をさ、少し
あ、この動画です。そう、一部をさ、こう加工したりとか、うん、っていうのを上げてたのを、それをもっと細かくさ、はい、解説するのを上げましょうか。せっかくポアント新しいのもらったし、おニューのポアントを紹介しながら縫っていく動画出しましょうか。うん、うん、そうしよう。はい、じゃあ後日あげたいと思います、はい、最近なんかあるかな。あ、そうだね、最近ね、皆さんポケモン GO ってご存知でしょうか街中でね、こうポケモン捕まえたりするっていうゲームが昔やってたんですけど、まあ、今はやってなくて、うん、あ、うちのおかんがバリバリやってます。で、最近なんかその任天堂から新たにね、あのピクミンあります、ピクミン、こうなんか引っこ抜かれて食べられてみたいな、あれをやり始め、なんかね、そのポケモン GO 風にアプリが出て、街の中を歩くと、その歩いた後ろ花畑になるみたいな、すごくね楽しそうなアプリを見つけて最近ずっとハマってます。だからね、行ってないところとかをね、こう散歩したりするのすごい楽しくて、あ、面白いよね。なんかでも東京とかだと、もうすでにあれでしょ、地図にいっぱいお花がもう咲いてるらしい。でもスタラザグラは誰もやってないから、ドミナと多分ね、一番ねお花咲かしてる人間だから、スタラザグラで一番お花咲かせてるドミナ。なんかせっかくだから、せいぜいせっかくここまで広く使えるから、なんかします。おお、迫力ありますね。じゃん。まあね、さすがにね、あの仕事終わりということで、ね、ちょっと体力的に疲れてるのでグダグダかもしれませんがでもすごいね、あの今度ね、来週の火曜日ここで踊るんですよね。疲れた？はいこれはオニューのレオタードです。そういうのも今度紹介しよっか。はい、ね、かわいいですよね、ここがフリフリでかわいいから、これ買っちゃいましたはい、ということで今回はのびのびとステージ上でお話しする動画でした。もし楽しかったと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、では次回の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画はこちらから、インスタグラムやホームページ、オンラインレッスンの詳細は概要欄にある URL から見ることができますので、フォローとチェックお願いします。では次回の動画で、バイバイ。